にちは、かなです。音チェックしてから始めたいと思います。お待ちください。ちょっと一日、昨日はお休みしまして、2日ぶりの配信でございます。ちょっと音の確認してから始めますね。お待ちください。大丈夫だね。大丈夫です。ちゃんと綺麗に最初から入ってた。こんにちは、いらっしゃいませ。皆さんお待たせしました。2日ぶりです。1日ぶり。昨日ちょっと休みしましたが、今日もやっていきたいと思います。かなぬゲー配信始まるよ。はい、いつもと違う感じでのスタートです。今日も美声お願いします。ありがとうございます。今日もね、ちょっともう完全にこの世界に入り込んで、おりますので、カナタクとしてちょっと荒々しいシーンがあるかと思うんですけれども、優しく見守っていただければと思います。大丈夫かな。それでは、前回第1章終わりまして、で、今日から第2章、サイヤ人カナタクもうごちゃごちゃいろんなのが入り混じっております。ちょっとね、完全に戦闘シーンになると完全にちょっとね、あれどうしたっていう感じになっちゃうと思うんですけども、はい、今日も頑張って、元ヤンかなたく元ヤンはつけなくていいんですよ。元ヤンはないんですよ。元ヤンではないんですよ。はい、ということで、今日ですね、もう多分スタートすると、前回のあらすじから、第一章のあらすじから始まるかと思うので、見て今までね、見てない方でもこうざっと第一章、どんな、ここまでどんなストーリーだったかっていうところをさらっていただけるかと思います。それでは皆さん参ります。いざジャッジアイズの世界へ。現役でもないんですよ。ヤクザ現役でもないんです。それではもうロード行きますね。皆さん準備はいいでしょうか。はい、で他のチャプターに行きますね。これでいいんだよね。行きますね。しっかりおさらいしていこう。前回までのあらすじ。2018年、カムロ町では関西から進出中の極道たちが次々に殺され、その目をえぐり出されていた。かつて弁護士だったカムロ町の探偵矢上隆行は容疑者のアリバイを証明し、だが同時に真犯人の存在をごく間近に感じる。近くにいる、絶対。名もなきその殺人鬼に矢上はモグラと名をつけた。あらすじが思ったよりもあっという間でした。ちょっと動揺が隠しきれない。でも大丈夫、第一章頭に入ってるよ。カムロ町で目をえぐられた被害者はこれまでに3人いる。こないだの組以外にあと2人、全員教令会の組員だ。そいつらを全部やったのがそのモグラだな。ああ、そいつに羽村の頭は組を引き渡してたんだ。つまり羽村の頭はモグラとグルだ。三件全部の殺しに絡んでる可能性もある、でもあいつはそのことをまんまと隠しきったまま無罪放免、俺らをコケにしてくれた。借りはきっちり返さないとな。おう、やるならとことんやろうぜ。金にはならねえけどそう言うなって。だいたい頭はなんでモグラのことをかばうんだ。下手すりゃ自分が無所にぶち込まれてたろう。さあね、まだほとんど何にも分かってないんだ。俺らはまずモグラを知る必要がある。だからここに来たんだろ。モグラの最初の犠牲者は
この場所で見つかったんだ。ああ、第一の事件があったのは8月の末。被害者は教令会の真柴健吉、27歳。久米よりさらに下っ端だ。目はえぐられてて、朝方死体発見の通報があった。事件発覚の状況はこの間の久米さん時とほとんど一緒ってわけだ。真柴はどこでどんなポーズで倒れてたろう。いや、ネットの情報じゃそこまで出てねえ。そっか、それじゃあ調べようがないな。なあ、警察だってモグラを探したはずだぜ。それでも見つけられなかった。俺らだけでやれんのかね。はあ、出た選択式、はあ、やるしかないんだ。大丈夫、俺らならやれる。やる気が失せる、黙ってる。大丈夫、俺らならやれる。俺らはな、カムロ町で探偵やってんだ。メンツ潰れないようにやるしかないんだよ。大丈夫だ海藤さん、俺らならやれる。絶対に大丈夫、俺らならやれるよ。その自信はどっから来るんだ。モグラを追う鍵は羽村の頭が握ってる。あの人のことなら警察より俺らの方がずっと深く探れるんじゃない。間違いない。ああ確かに。ただその前に必要な情報を集めとかないとな。探偵にとって地道な努力の積み重ねが真相に迫る一番の近道なんだよ。なるほどな、分かったよ。次に第二の犠牲者が出たのは10月とある。2ヶ月後か。場所は天下一通りの裏路地だ。行ってみるか。いや、そっちは俺一人で行くよ。その代わり海藤さんは前言ってた情報屋に連絡取ってくれるか。あの警察ね、悪徳警官ね。綾部のことか。綾部は海藤さんがコネを持ってる汚職刑事だ。やべえ奴がいるもんだな、警察の中にも。警察の情報を流してくれるんだろ。俺らにはモグラの捜査資料がいる。わかった、聞いてみる。よろしく。もうカナタクのあの事件簿ファイルが、私のあの今ディスクの上にあるカナタク事件簿ファイルがもういっぱいになっていくんですけど、どんどんめちゃめちゃでかいノートなんですが、すごいよこれ。どうしよう、私の脳内で処理しきれんのかな。ちょっとやっぱね、毎回不安になってきます。まだ第3回目なんです、シャープ3ですけど、毎回不安になっております。海藤さんとお話ししたい。元気が欲しい。話せないか。いやー、じゃあ天下一品通り、天下一品通りってなんやねん。天下一品通りって完全にラーメン屋さんじゃないか。ラーメン屋さんの通りじゃないんだよここは。ここはカムロ町天下一通り行こうぜ。天下一まで行ったらもう天下一品以外に何か思い浮かぶ言葉はありますか。今日も歩くのが下手くそでございます。いろんな人に迷惑をかけながら生きている。あ、待って、街の人に話しかけてフレンド率を高めて、あ、あれ待って、この人さ、この人一般じゃん。俺や、よくわかんねえけどよ、俺に手出してくるってことはどういうことか分かってんだろうな。カムロ町でのこの探偵の俺に手出すってことはこういうことだぞ。あ、この人は全然関係ない人だったんだ。ちょっとフレンド率高めたい。すいません、僕猫宮っていうものなんですが、あ、猫ちゃんもいる。最近この辺りでとっても可愛い猫ちゃんを見ませんでしたか。ん、かわいい猫ちゃん。猫宮、翔一さん。僕ここで野良猫ちゃんの世話をしてるんです。でも最近何匹か見かけない子がいて、あ、
勝手に野良猫に餌付けしてるのかな。猫の糞が増えるから迷惑なんだ。どうすればいいんだろう。猫ちゃんお腹空かせてないかな、心配だな。野良猫だから大丈夫ですよ。もうどうしよう。そうですかね。でも心配だな、餓死したりしてないかな。野良猫だから大丈夫ですよ。でも僕だけじゃなくて猫ちゃん好きの友達も心配してるんです。ん、友達というと僕 SNS で猫ちゃんたちの写真を上げて超可愛い日記つけてるんです。でも最近写真を上げられてないから猫ちゃんのこと心配してる人たちがいるんです。ああそういうことですか。まあいいじゃないですかね別にまあそうだよね。まあカナタクからしたらそうなるよね。どうすればいいんだろう。でも心配じゃないですか。だから猫ちゃんを探し回ってるんですが、どういうわけか最近猫ちゃんたちが僕を見かけると一目散に逃げてくんです。愛せば愛するほど逃げられる。もう君以外愛せないですね。なぜ僕の気持ちがずちょっとなんか喉に何かが詰まったまま歌ったらすごい変な感じだったけど、なぜ僕の気持ちが伝わらないんだよ。にゃー、猫の糞の心配はしばらく不要みたいだな笑ってるまあ猫ってそういうところありますよねまあね、猫ちゃんはねワンちゃんと違ってあのツンデレですからね。あ、わかります。さてはお兄さんも猫好きだな。いや別に俺は。お願いします。もしよかったら猫ちゃんたちを探していただけませんか。まあ探偵ですからね、これ断ったらカムロ町の探偵の面目丸つぶれなんで、やりますか。一丁猫ちゃんの写真を僕に送ってもらうだけでいいので、もちろんお礼もしますから元気で。すごいね、話が早い。ここは引き受けとこう。まあ写真を撮るだけなら。ありがとうございますちょっとねの話し方になっちゃうな、この人と話、この人。連絡先を交換しましょう。あ、僕は八神と言います。現金いくらもらえんの。ところでまずは値段交渉、まずは値段交渉だよ。何匹探して一匹いくらで、一写真いくらでやってくれんだい。で、どんな猫探せば。はい、まずは三毛猫ちゃんを探してほしいんです。臆病者なのでそんなに遠くにはいないと思います。わかりました、この周辺で探してみます。やれやれ面倒だな、仕方ない。街を歩いて見かけたら取ってやるか。一匹5000ね、一匹5000。圧倒的なまでの安さ、24時間パック3000よりも高いです。目の前のお店の価格より高いです。よし、まあ三毛猫はいたらまあ写真撮るとしても。これじゃないの。あれ、三毛猫ってそっか3色か。これはこの猫ちゃんは違うの。金具さん、ゴンゴンゴキ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 、ありがとうございます。今日も頑張って参りたいと思います。よし、まずはまずメインをねやっていくよ。ちょっとごめんね、お兄さんごめん。もうちょっとまっすぐですね。地図をね見ながらね走ってると、あ、待って、取りすぎ、完全に取りすぎてる。地図を見ながら走ってるとどうしたことでしょう。人にぶつかりますね、物を壊してしまいますね。ここか、天下一通り裏か。天下どうしても天下一品というふうに言いたくなってしまう。モグラの二人目の犠牲者はこの辺で見つかったはずだ。確か死体はゴミ捨て場にあったって話だったとすると、どの辺のことだ。ここだ。怪しい。ゴミ捨て場ってのはこれのことだよな。多分死体はこの辺に倒れてたはずだ。
でももう何ヶ月も前の事件だし、さすがに死体の痕跡とかはないか。もっとよく調べてみよう。さすがにちょっと待って、今何月？10月でしょ、この事件に2つ目の2つ目の目のえぐられ事件があったのは10月でしょ、今何月だ。でももう何ヶ月も前の事件だし、これさっきのことか。あ、なんだ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 これ、なんだん、お、これって精巧なネジんだよ。全然事件と関係ねえなのか。本当にやっぱ事件の痕跡なんか残ってないか。まあ、これ以上現場で調べることはなさそうだ。まあね、警察ももう調べてるしね。調査をやめる。やっぱり調査資料でもないと調べようがないな。無駄足だったか。まあ現場を自分の目で見ること大事だよね。止まれ！なんだ？あ、これ冒頭で出てきたカムロ町に最近いる、うふう、ワルドモだ？ワルドモか？なんだなんだ、近づいてるか？あ、カイトさん。あ、なんだなんだ、やめろ。もしもし。あ、やだ。わ。おい、待て！くっそ！そこ止まれ！俺は。ちょ。上等だよ。お、レースは得意だ。レース、行くか。オッケー、チェイス。あ、間違ったよ。間違った。ダメ。もう絶対。オッケー。もう絶対間違わない。今のは出てこなかった。今のコーン、あ、ちょっと待てい。ちょっとこのコーンはどうやって避けたらいいの。このコーンは避けられないかもしれない。オッケー、絶対に捕まえてやる。いいよ、見えてる。いいよ、あいつと同じルート行こう。オッケー。いいよ。あ、待って、このコーンは避けられないの。あ、避けられる。あ、よしいいよ。オッケー。あ、うい、痛い。やばい。オッケー、行こうぜ。みんな避けてくれ。え、こっち、オッケー。いいよ。行こう。まだ見えてる。まだ間に合う。絶対スマホがないと生きていけないもん。海藤さんとも連絡取れなくなるもん。絶対捕まえる。行け。よし、いいぞ。こっちに来てた？もっと早く。挑発されてる？逃がすか。チェイス成功？まだな、体はよ、あんちゃんの方が若いかもしれないけどよ、こっちにはプライドがあんだ。期待すんなよ。これ頑張ったご褒美。俺のだろ。まあ計画とは違ったけど結果的に助かったよ。サンキュー。計画だと？何がサンキューだこの野郎。すごいとこですごい格好で言い合ってます。
でもなんかいいやつな匂いがするぞ。悪党の匂いはしない。あれがカムロ町の窃盗団か。悪じゃん。窃盗やってんなら悪じゃん。さっきは急に電話切れちまったが大丈夫なのか、海藤さん。こっちは綾部と連絡が取れた。今モグラの調査資料当たらせてる。すごいね、汚職警官。海藤さん、どんな、あの、何で釣ったんだろう、汚職警官のこと。まさかただで警察のね、綾部さんだってリスクあるだろうに、ただでとは言わないでしょう。用意ができたらまた連絡が来るぜ。まあ、まずはね、その資料を見たいよ。ふぅ、一息入れるか。あ、やば。原田と話す。原田さんか。くっそ、今ここどこだ？わ、しかし危なかったですね。これ落ちてたら、大丈夫か、あの人。公園で、うずくまってる人いますが。これ落ちてたら、あの、足の骨一本ぐらいは行ってたかもしれないよ。うわ、高いもん。こういうのって冷静になって見るとビビったりしますよね。なんか飛ぶ前に冷静になるとビビって飛べないし、だから、もう何も考えずにジャンプするのがいいと思う。でも、何も考えずにジャンプして飛べる距離じゃなさそうだけど、いや、よく飛んだな。よく飛んだよ。さて、ここまで来たけど、どうやって降りる？あ、降りるところある。得意の、これ、シュー。得意のシュー。ここから、原田の、お父さんのところに。OK、行こうぜ。なあ、あー、この人ね、上から見た、うずくまってた人。そこの兄さん、助けてくれ、ホームレス。どうしたんですか、大丈夫ですか。腹が猛烈に痛いんだ。救急車呼びましょうか。病院はダメだ、そんな感じでね。諸星先生を呼んでくれ。諸星先生、児童公園のマンホールから入れる地下の下水道にいる医者だ。やべえ、やべえやつだ。わかりました、ちょっと待っててください。近藤が呼んでるって言えばわかるから、なるべく早く頼む。下水道にいる諸星先生だな。仕方ない、行ってみよう。これリアルな世界でも、もしかしてこれ、こういうの本当にあんのかな。そういえば体力、あの、八神の体力が削られた時に、あ、ちょっと待って、ここか。あ、ここか、児童公園ね。すぐ隣ね。八神の体力が削られた時に、お医者さんに助けてもらうこともできるみたいな、なんか、そういう説明が、どっかで見た気がすな。おい、やんのか、こりゃ。やんのか。ほら、こっちはな、急いでんだよ。お腹を壊した人がいて、急いでんだ。おりゃ、ポンだ。お前なんか、ポンだ。お前なんか、ポン。よし、オッケー。たくよ。しばらく寝とけって。急いでんだよ、こっちは。よし。腹痛マジ辛いからね。熱が出るよりね、もう、本当に痛いときて、本当、私も経験あるけど、もう本当倒れるっていうか、もう声も出ないというか、もう本当動けなくなるから、ね、ここだ。話してみよう。ん？何？ホームレス高崎さん。いえ、すいません。特に用があったわけじゃなかったんですが。あっち行けよ。そりゃそうだよ。そうだね。ね、いいの？こんなさ、近くに見てるけどいいの？入って。入っちゃうよ。わあ、勇気いるな。おー、いつもの。おい、これ。
わあ、初めて入った。こんなとこ、あ、ここにホームレスさんたちの家があんだ。もう臭いのにも慣れちまったよ。いや、わかるよ。人って何にでも慣れちゃうんだよね。わかるよ、すごく。あ、この人か。あの、あなたが諸星先生。ん？そうだが、あんたは。矢上です。矢上って言います。知らない名前だ。何か用か。なんか伝言を頼まれてな。なんて言えばいいんだっけ。近藤が呼んでる。諸星が、コンドルが飛んでる。追い返されるでしょ、これは。ここは近藤が呼んでる。近藤って人分かります？ホームレスの人。その人があんたを呼んでます。え？何？近藤さんが？なんか腹が猛烈に痛いとかで、諸星先生を呼んでくれって頼まれました。場所は第三公園です。なんかちょっとなんか車椅子とかもあって、あそこで本当に病院を営んでんのか。いや、助かった、ありがとう諸星先生。それにお兄さん、近藤さん、あんたまた変なもの食べただろう。あー、どうだったかな、昨日ピンク通りの残飯漁ったけど。はあ、たくは、面目ない。矢上さん。矢上さんだったかな。はい、迷惑をかけたな。この人いつも変なもん食べて腹壊すんだよ。あ、諸星先生とのフレンドパーセンテージが上がった。あなたはお医者さんなんですか。あ、昔ちょっとな、このアンバランスさが、私の口よ、回りなさい。私、アンバランスさがいいですね、この諸星先生の帽子と、今映ってないけど、帽子と白衣という。諸星先生は昔なんとか大学ってでっけえ偉大のお医者さんだったんだよ。それが教授選挙に負けて落ちぶれちまってな。それから紆余曲線あって、今では俺らの専属だよ。あ、近藤さん、なんかちょっとお腹痛いの治ったら凛々しい顔してる。近藤さん、ちょっと喋りすぎだ。おっと、そいつは失礼。矢上さん、こんなもんしかないが、迷惑かけたわけだ。あ、医療キット。え、なんかさ、大怪我したら近藤先生のところに行けばいいんじゃないの。じゃあ、あ、違う、近藤先生じゃない、諸星先生。じゃあ、私はこれで。矢上さん、助かったよ、それじゃあな。あ、残飯はね、そりゃ腹壊すでしょう。じゃあ原田事務所行こうか。はい、いろんな、なんかちょっとずつ少しこの神室町の人との交友関係が、なんだなんだ、やんのか。ほら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 、そんないうこと言われたらこっちだって黙ってられないってもんだ。こっちだって売られたか喧嘩は 100% 買う。これや、ういうい、もう絡むんじゃないぞ。時間食っちゃったよ。よし、行くぜ。あ、ごめんなさいね、一般の方。あ、一般の方ごめんなさいね。原田事務所の、あ、またかい、いいよ、見逃してやる、チミたちは見逃してやる。はい、もう先生の事務所の近くだからね、こんなところで暴れはしません。よし、いやん、ダメじゃん、戦わないと。じゃあこれ、あ、一般の人巻き込まない。おりゃおりゃ、自転車でポン。おい、誰の自転車か分かりませんが、自転車でポン。はい、すいませんね、自転車の持ち主の方も。これ普通の時、戦いじゃない時は持てないんだね。 FF16 で泣いてた人と同じ人ですか。
おな、中身が変わっちゃったのかしら。なんで私こんなに荒々しい感じになってるのかしら。おー、やっと顔出しに来やがったか。どうも。そんなにご無沙汰でしたっけ。ああ、今ちょうどお前のことを話してたとこだ。お忙しいんですか、八神さん。別に、金になる仕事があればいつでも受けるよ。いつもエネルギッシュですよね。喧嘩も強いし。カンフーやるんですか。ガキの頃基本はかじったけど、まああとはストリートの我流だよ。かっこいいね、言い方が。流派で言うとカムロ町流。カムロ町で鍛えられたみたいな。なんですかそれ、ちょっとかっこよくないですか。絶対興味ないよこの子。あの、絶対思ってないでしょ。実はお願いしたい仕事があるんです。は、なんだい、サミちゃん。いいよ。どんな仕事？今来ているのはこちらの案件です。お、あ、浮気調査やった。田口のり子さん依頼人。え、報酬8万円。依頼内容、田口のり子と申します。夫が半年ほど前から頻繁に外出するようになり、その行き先が気になっております。まさかとは思うのですが、浮気調査をお願いできませんでしょうか。よろしくお願いいたします。半年ほど前から、なん聞かないのかね、聞かないのかね、どこに行ってんのって。聞いてるけど教えてくんないのかな。それとも聞けないような、もうなんか冷めた関係になっちゃってるってことかな。依頼人の方には八神さんの事務所の場所をお伝えしておきますから。わかった、いつも助かるよ沙織さん。うん、ありがとう、仕事くれて。話そう。よう、お前まだなんか探ってんのか、この間の事件。そうか、モグラを探っていること、まだ原田先生には、あ、違う、源田先生には言ってなかったな。ええ、何かまずいですか。いや、まずいっつうか、あれはもう終わったろ。調べてもらっても金は出せねえぞ。いいですよ、うちが勝手にやってるだけです。でもあれだぞ、お前羽村が真犯人隠してるって思ってんだろう、それであれこれ調べてるって聞いたら怒るよな羽村は。向こうが先に俺らをコケにしたんですよ。裁判の後、頭と何かやり取りは。新谷がよく電話で話してるけどな、一緒に飲んだり仲良くやってるよ。へー、シンクロした、シンクロした。さあどうぞ、ハットリさん、狭い事務所ですが。え、わかってます、何度も来たことありますから。なんだよね、八神さん、嫌なやつだな。忘れてた、あ、今新谷が取材受けててよ。新谷とハットリって、私前福部って呼んじゃいましたけど、ハットリですよね。これ福部さんっていう、これ福部さんっていう風にも読んだりしますか。間違いを間違いじゃなくしようとしてる女、マジ最悪の組み合わせだ。確かに左向いても右向いても、ちょっとなんかちょっと目をそらしたくなる組み合わせ。ねえ、八神はここにいないものとしてくださいよ。私でも新谷先輩好きよ。お宅の読者にこの間俺が勝ち取った無罪まで怪しいと思われる。いやいや、新谷先生は大丈夫ですよ。私もしっかり傍聴していましたし。帰ります、俺はお邪魔みたいなんで。この間の裁判、八神さんもご活躍だったんでしょう。ぜひ新谷先生とツーショットで一枚。なんか嫌な感じ。お茶をどうぞ。ああ、いいね沙織ちゃん。これはこれは、わざわざありがとうございます。毒入れてやろうぜ、毒、白崎先生、毒入れてやろうぜこの記者に。沙織ちゃんが入れちゃいそうだけどね、なんかね、毒まで行ったらちょっとまずいから、唾とかね、ペットのやつとか。やばいな、どうしよう、このゲームやってると悪いことばっかり溢れてきちゃうんですけど、どうしよう、どうしたらいいんだろう。次は、あ、八神探偵事務所に戻りますか。じゃあ我らが事務所へ。
もう街のあらゆるところになんか危ないやつらが、あ、ごめんなさい、車前通っちゃいます。絶対引かれないと思っている男、車が止まってくれる、危ない時は車が止まってくれるだろうと思って走り続ける男。こっち？こっちか。街の至るところにね、悪い輩が真っ昼間でもいるからね。おりゃ、おらおら、やんのか。うらせき。こっちはな、カムロ町でずっとこれで実戦で鍛えてきてんだ。うらここにこうやっての、うる、うい、全然違うところにジャンプ。おい、これで、うい、これで、せーの、とい、はい。もう絡むんじゃねえよ。時間食っちゃったよ。よし、皆さん安心してください。 FF16 で号泣していた人と一緒の人です。皆さんどこにも行かないで配信見守ってください。俺の事務所はと、俺の事務所はどこだと、ここだと、裏口どこだと、入り口はどこだと。本性が見える怖いゲームですね。本性見えちゃいますね。俺本性なんかな、本物の私はどれ、一体本物の私が分からなくなる。おお、びっくりした、おお、びっくりした、現実ですかこれは。うんうんうん、あの、まさか依頼の方ですね。はい、田口のり子と申します。源田先生の事務所の方にこちらに伺うよう言われてきたのですが。あ、はい、聞いてます。お待たせしてしまってすいません。すぐ鍵開けますんで。びっくりした。改めまして、矢上、探偵の矢上と申します。確か浮気の調査だとか。はい、そうなんです、夫のことでして。夫が浮気してるか、ただの私の勘違いなのか、矢上さんに確かめていただきたいんです。夫の外出先、あ、サイドケースの方に。そっか、メインとは別ってことだね。別ファイルにまとめていきます。わかりました。では詳しくお聞かせいただけますか。プロの顔になってます。私と主人は太平通りで喫茶店ヘブンカフェを営んでいます。いいね、ヘブンカフェじゃないね。ヘビー、ヘブンカフェとヘビーカフェ全然違うけど、じゃカフェでもなくない、コーヒー、コーヒーだ、全然違う。あ、雰囲気でしか私文字読まないので、ちゃんと読んできます。ヘビーコーヒーを営んでます。なんか田口さんの顔に似合わず、結構ハードな名前ですね。開店以来ずっと夫婦寄り添って店を切り盛りしてきました。主人は無口ですけど優しくて、結婚してから40年、浮気どころか夫婦喧嘩もした記憶がありません。素敵なご夫婦じゃないですか。ですが半年ほど前から主人がよく店を開けるようになったんです。これまでも店が暇な時には私に店を任せてパチンコや映画を見に行くことはありました。それが最近はほぼ毎日のように何かと理由をつけては出かけるんです。まあでもそれだけで浮気を疑うのはどうでしょうか。新たな趣味を見つけたのかもしれません。あなたくらいの年齢にはよくあることでは。はい、私も最初はそう思いました。それだけじゃないんだね、なんかそう思う理由は。ただある日急用があって主人がいるはずのパチンコ店に行ったんですが、主人はいませんでした。偶然違う場所に行ってたという可能性は、パチンコ店だって何件もあるでしょう。いえ、それが一度や二度じゃないんです。その後も何度か主人が店を開けていくと言っていた場所に行って、開けていくと言っていた場所に行ってみたんですが、毎回主人はいませんでした。なるほど、それは確かに気になりますね。半年前からずっとだもんね。矢上さん、
主人が店を開けた後どこに行っているのか調べていただけますか。そしてもし浮気をしているなら相手がどこの誰なのか明らかにしてほしいんです。相手の素性もお知りになりたいと。はい、あの主人が浮気するような女性がいるならどんなの人なのか知りたいんです。すごいね、旦那さんのこと大好きってことだよね。知らない方が幸せということもあります。それでもお気持ちは変わりませんか。はい、お願いいたします。依頼料は8万ということで依頼を出してましたが。ええ、承知してます。え、これちょっとどこまでで8万もらえるの。まさか旦那さんの行く、その行き先を調べるだけで8万ってことはないよね。それだけでいいの。先ほど申し上げた通り、主人はほぼ毎日店を開けます。今日は新作の映画を見に行くと言ってました。わかりました。いや、旦那さんもそろそろなんかその言い訳をね、考えた方がいいよね。毎日ね、毎日店を開けてたらね、今まで一緒にやってたのに。では店を出たご主人をつけてみます。よろしくお願いします。これなんか素人でもできそうだけど、できないもんなのかな。なんか家族の後をつけてとかさ、友人の後をつけてバレないように行き先調べる。店は太平通りのヘビーコーヒーだったな。行ってみるか。あ、行ってみようか。もう行っちゃおう。面白い依頼が舞い込んできました。しかも依頼は、おちょ、すいません、旦那さんの行き先を調べるだけで8万円。めちゃめちゃいい仕事じゃない。そんな毎日出かけてるって言うんだったら、もののまあ半日ぐらいね、張り込めば、まあ、半日で8万、めっちゃいい仕事じゃないですか。ここか？あ、違う、ここじゃない、ワイチキだ。ここはワイチキ、ワイチキ、ん？ヘビーコーヒー、ここだな。苦いカフェ。あ、ヘビーってそういうこと？苦いってこと？し、なんか重ため、そういうことか、そういうことか。ん？あれが依頼人の旦那だな。よし、後をつけてみるか。ふう、来た、追跡開始。いや、近くない？でもバレないか。まあ顔見知りじゃないしね。なんかあんな結構しっかりしたスーツで尾行開始。のりこの旦那怪しい。今回も怪しいぞ。逆に怪しいぞ。互いにな。互いに。のりこの旦那さんも怪しいし、のりこの旦那さんも怪しいし、こちら側も十分怪しいです。第三者から見れば。ちょっとあえての遠回り。あえての遠回り。十分怪しいんだよ、どちらも。え、なにこのメーター光ってないのに焦らせてくる音楽、なに。隠れる場所を常に探しとかないとね。次はあそこかな、あの看板の。通常だと絶対隠れることができない、この看板のところに隠れる。通常だとは絶対隠れられない。気にしすぎか。え、待って、大丈夫？どう見てもん。何をやってんだろうな。なんか写真撮ってるね。
なんか写真撮ってるね。よし行こう。次はあの車の裏とか。緊張するぜ。いいね、次あの白い車の裏に行くか。通常だと絶対怪しい。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよいいよ。すんごい尾行うまくなってる。あったあったあった、見失った。白い車の後ろ。オッケーオッケー、いいよいいよ。尾行うまくなってるね。どんどん腕を上げております。探偵としての腕を。いいね。ちょっと距離が。大丈夫か。おお、いいよいいよいいよ、大丈夫大丈夫。ここ隠れよ、ここ。おい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 、スーツ違い。あれ違うの。待って待って、どこどこ、ターゲットどこ、ターゲットどこ、ターゲットどこ、どっち行った。ちょっとターゲット見失った、見失った。巻かれた。くっそー、なかなかやるよ、あのおじさん。おじいちゃんではないね。あれちょっと待って、一瞬で見失った。こっからか。もうちょい近づいてってもいいかもしれない。ちょっともうちょい、もうちょい近づいて、待って待って待って、そうじゃない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 、そう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 。しまった、見つかった。やりすぎた、近づきすぎた、近づきすぎたよ。3度目の正直。あ、8万か。8万って結構な高い額ですよね。これ相場なのかな。あの行き先を、人の行き先を、誰かの行き先を調べるという時の相場が8万ぐらいなの。まあ走る必要はないってこったね。はい、隠れつつ、まあターゲットをさっきね、一瞬だったけど、一瞬だったけど、ターゲットを見失ってしまったがために、ターゲットがどっちに行ったか分かんなくなってしまった。だからちょっと見失わない程度にね、ちょっと尾行していきたいと思います。どうも変だな。え、怪しまれてる。もう同じ失敗は二度としない。え、来てる？来る？大丈夫？ここでさ、なんか写真撮るんだよね、向かいのビル。何があるんだろう。ここホテルだったかな。ホテルか何か入ってなかったっけ、ここ。もしこのカムロ町が歌舞伎町あのと似せてるんですよね、ここのね、カムロ町は。だとしたらここホテルだった気がするんだけど、上映画館とホテルが多分入ってる。あの白い車の裏、後ろに行きたい。ちょっと遠く離れすぎないようにしたい。いや、ごめん、めっちゃ怪しいね。どう見ても誰かを尾行してる人ですよね、どう見てもね。よし、ターゲット見失った。ここちょっと危ない。あ、早く。
通に歩いてついてっていいかな。普通についてって、あーこっちに曲がったのか。なるほどなるほど。じゃあここに隠れて、あっちに行ったね。こっちだね。コンビニに入るか。あ、確保。現場確保。まだわかんない。でもどんな事情があるか。女だ。やはりご主人は浮気をしていたのか。まあ、結構派手なお姉ちゃんですね、見た目はね。しかしケバい女だな。年は結構いってそうだ。今日も赤レンガでいいか。え、ガチの浮気だったの。え、もちろんよ。お、移動し始めた。赤レンガって言ってたな。多分赤レンガホテルのことだろう。よし、消火写真を撮れるかもしれない。ホテルに入るところを撮るにはどこがいい。え、赤レンガって完全にあの横浜市の赤レンガ倉庫のことだと思った。ドライブデートをするのかと思ったけど、ホテルのことか。ここか。カムロ町にあるホテルかな。それともこっちか。こっちでしょ。いや、こっちかも。とにかくあの二人をつけながら写真を撮るのにベストなポジションに行こう。え、スクープミッション、初ミッションですね、これは。このミッションは事件の決定的瞬間を撮影することが目的です。画面右に出ているチェックボックスを満たす写真を撮りましょう。なるほど。すべて条件を満たしてないとゲームオーバー。周囲を見渡して条件を満たせるアングルを探す。一つも条件を満たしてない場合はシャッターを切れません。ベストショットにチャレンジしてボーナスゲット。チェックボックスに表示されている条件以上に依頼人の要望に応える写真を撮るとボーナスとして SP を、獲得できます。写真の内容をよく考えてベストな1枚を撮影しましょう。なるほど。これは探偵としての腕の見せ所ってやつですね。スクープミッションの条件とは、もうこれ尾行はもういいのかな。赤レンガ倉庫にこの2人が入る前にいいポジションを、あ、ダメだダメだ、これダメだ。待て、隠れろ、完全に隠れろ。これあれなんだ、まだ隠れるミッションも続いてるんだ。尾行のミッションも続いてんのか。まあ、当たり前か。のりこの旦那と浮気相手とホテルの看板とホテルに入る瞬間ね。はいはいはい、なるほど。ここじゃない。ホテルに入る瞬間。あっ、はっ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 、早く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 、いいの。あ、嘘。気づかれた。え、ミッション失敗？あ、ゲームオーバーだ。ミッション失敗だったんだ。すごいベストなタイミングでやんないと、カメラを構える、下ろすっていうアクションをしてる間に相手も人間だからね、動く当たり前だけどさ、相手も人間だからさ、動いてるからさ、一発ぐらいで決めないとダメだわ。カナタクには調査頼まない。大丈夫大丈夫、絶対成功させてみせる。やる気だけはいつも十分です。15万円でお願いします。尾行調査15万円でお願いします。あ、いらっしゃいませ。ただいま尾行をしております。浮気現場の調査です。ここ。あ、ホテルに入る瞬間。あ、またやっちまった。あ、待って待って、まだでしょ。よしよしよし、今だ、今。なるほど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 ね。なるほど、やり方が分かった。
あのチェックポイントが全部ついたタイミングでシャッターを切ればいいんだね。よし、旦那の顔までバッチリ映ってる。この証拠なら完璧だな。あとは相手の素性だな。ラブホから出てくるまで待つか。いやー、これはね、もう完全なる黒だね。なんかもしかしたら、もしかしたらなんか事情があったのかな、旦那さんにって思ったけども、赤レンガのホテルに入っちゃったらもうアウトだね。やっと出てきたか。たく、いい年こいてフルラウンドお楽しみかよ。満足そうな、満足そうな顔をしております旦那さん。どうやらここで別れるらしいな。都合がいい。女の方を尾行しよう。つけよう。尾行は得意なんです。尾行は得意です。バレずに行きます。これ興奮するな。こんなことさ、だってさ、こんなことをやったらさ、バレたらどうなんの。バレたけど、もうすでに何回か。でもさ、顔を知らないわけだから、知られてないわけだから、まあ、こうやって普通にこうやって、あ、ごめんなさいね、あのこの街に溶け込みながら行けばバレないと思うんですよ。無駄に隠れる必要もないのかもしれない。相手が見えなくなったところでちょっと一気に走る。おい、こっちに来んのか。あ、すごいね、真面目な方だわ。ちゃんと歩道を渡っていった。ん？なんだ？何か思い出したかのように反対…ん？なんだ？なんだ？どうした？どうした？え、どうしたの？どうした？何があった？まるで日常生活の自分を見てるようだ。あっち行ったりこっち行ったり、でもやっぱりあっちやろうかな。今手洗おうかな。でも手洗う前にちょっとこっちもやっといた方がいいかな。でもやっぱ手洗わないとできないな。あっち行ってこっち行って、あっち行ってこっち行って。ん？なんだ？どっかに入ったか。お、なんだ？近いか、近いか。どうしてそこに、そのドアの前に立った？何があったんだ？何があった？すごいね、この人挙動不審ですね。あっち行ったりこっち行ったり、映画を見てますね。今んところ、まあ、どっかに向かってんのかな、時間潰してんのかな。あの奥さんからの依頼は、もし旦那さんが浮気してたとするなら、浮気相手の女の人の素性も明らかにしてほしいっていうことでしたもんね。どんな、あの旦那さんがどんな女の人と浮気してるのか知りたいと。それってあんな素敵な旦那さんがってことだよね、多分ね。お、やばいやばい。オッケー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 。なんか警戒してるね。勘はいい方みたいだな。挙動不審だけど勘はいい、いい人っぽいな。やばいやばいやばい、早く行こう。シュッ、オッケー、いいよ。腕上げてきております。なんか、なんだろうな、服装とか見た目的にはどっかのこう、あそこか、ゴール、どっかのこうキャバクラとか風俗とかのお姉ちゃんって感じ。ごめん、偏見ですけど、なんとなくね、なんとなく。あれ、ここは、あ、
ケビンカフェじゃないか。どういうことだ。あれやっぱり浮気じゃない、まさか。うん、まあいい、写真もあるし来人に確認しよう。あれ、あの人どこ入ってった、あの女の人。もしもし、のりこさんですか。あ、八神さん、何かありましたか。調査のご報告をさせていただきます。これから事務所に来られますか。え、わかりました、すぐに伺います。ドキドキだろうね、田口の奥さん。ではお待ちしています。よし、事務所に戻るか。え、でもあの人どこ入ってった、ヘビーカフェに入ってった。これらの証拠からご主人は浮気をされているということで、ほぼ間違いないと思います。やっぱりそうですか。ごめんなさい。それで続きを聞かせてください。はい、それで浮気相手の素性なんですが、この方ご存知ですか。この人、ヘビーコーヒーの上の階に入っているスナック過小族のママではないですか。あ、はい、おっしゃる通りです。私も面識があります。そんな、こんな近くに浮気相手がいたなんて、気づかない私もどうかしてるわ。いえいえ、人間なかなか気づかないものですよ。特に人間関係は当人でないと分かりません。同じビルの人だったんか。最初に言った通り、知らない方が幸せなこともあります。ご主人がご近所さんと浮気してる、これは真実です。そしてその真実を求めたのはあなただ。これから先どうするのかよく考えてください。あー、これがリアルですね。でも、でも怪しいと思ったら気になるのが人ってもんですよね。で、それを知らんぷりしながら生きていくことなんてできんの？無理じゃない？私は無理だ。ありがとうございました。すっきりしました。そう、すっきりすんのよ。真実を知ったら、それがまあいいことでも悪いことでも、まあ、すっきりするよ。まあ内容によるか。主人とは別れます。早っ。そうですか。もう決めてたんじゃないの？奥さん。何も知らず残りの人生を過ごすよりよっぽどいいわ。うんうん、本当そう思うよ。本当にありがとうございました。うん、いえ、仕事ですから。また何かありましたらお気軽にどうぞ。吹っ切れてる。完全に吹っ切れてる。ふふ、こんな思いするのは一回で十分よ。尾行した先がスタート地点だったとは、東大元暮らしとはまさにこのことだな。東大元暮らしぐらいの四文字熟語だったら理解できた。うん、危ない危ない危なー。他の四文字熟語が出てきたらもうわけわかんなかった。脳みそがね、みじんこなので、ちょっと不安なんですけども大丈夫そうです、今のところ。サイドケース、探偵の、本業サイドケース、探偵事務所に舞い込むさまざまな依頼をサイドケースと呼びます。サイドケースは八神探偵事務所、バーテンダー、ゲンダー法律事務所で受注することができる。そっか、あのバーのとこでも受注できるのね。八神探偵事務所は掲示板にアクセスして、バーテンダーはマスターに話しかける。バーテンダーでの受注はストーリーが進むことで解放される。あと、源田事務所は、あ、沙織さんに話しかければいいのね。八神探偵事務所に掲示板があったんだね。その他、街角で突然事件に遭遇して依頼される場合もある。サイドケースをクリアすると報酬として、依頼料と SP アイテムを、獲得できますと。仕事の依頼は街の評判を上げるなどで、よりたくさん、はいはい、これもどっかで書いてましたね。街の評判はフレンドとの絆を深めることで上がっていきます。今んとこ、お医者さんと、なんか猫田さんだっけ？猫谷さんだっけ？猫ちゃん探してって言われた人ね。ちょっとだけフレンド交流を深めることができております。
依頼人の中には事件解決後にも登場しフレンドになってくれる人もいる。はい、なるほど、わかりました。じゃあちょっと事務所の掲示板見てみよう。なんだこれ、アウトランが遊べるようになりました。海藤さんからの連絡もないし、ちょっと読み切れなかった。アウトランなんだこれ、掲示板どこ、その前にこれか、これだ。仕事の依頼来てるかな。あ、下着泥棒を捕まえてください。あれ、男性かな、早乙女洋介さん。下着泥棒を捕まえてください。盗まれたのは妹のパンティーで、盗んだのは警察も捕まえられない凄腕の変態なんです。変態は妹のパンティーを気に入ってしまったようで、今後行為がエスカレートしないか。なんで知ってんのその情報。変態が妹のパンティー気に入ったって情報なんで知ってんだろう。今後行為がエスカレートしないか心配、 M サイドカフェにて妹と2人で待ち合わせしております。俺は黒髪短髪の美少年わら。ユーモアがありますねこの早乙女さん。妹は黒髪ロングです。あ、黒髪ロングね、美人少女に多いあの髪型ですよね、黒髪ロングね。しかしなんでパンツっていうよりもパンティって言った方がなんかエロを感じるんだろう。なんでそれは、なんで T ってところに秘密があるのかな。とりあえず依頼だけ、あ、こうやって受け取ればいいのか、とりあえず。OKOKOK。はい。とりあえず依頼受けました。で、基本は、配信では、メインね、進めていきたいと思ってるので、ちょっと、こう、メインを進める中で、やれそうなタイミングがあったらね、やっていきたいと思っています。魅力的な依頼来た。魅力的な依頼来たよ。魅力的な依頼ですね。なんかパンティーというワードにね、惹かれる私がいますからね。なぜか全てのゲームにおいて。かなさん昔、パンティーパクられた、やったっけ。よくぞ覚えてくれてました。そうです。私がパンティー盗まれたんです。そうなんですよ。昔ね、いつだったかな、結構昔ですよ。泥棒がね、入ったんだよね、うちに。なかなかないでしょう。そんなこと。だ。キムさん。やんのか。やんのか。ヤガミさん。キムさん。どうしたのそんなに慌てて。待てがる。おいおい、任せなさいよ。私行きます。こういうことでしたら、キムさんどうしたの。もう逃げらんねえぞ。キムさん、どうした、何やらかした。何を。おう、ようやく捕まえたか。なんだ。葛西さん。あなた、しつこいよ。あの子、うちの従業員です。渡しません。おい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 。分からねえ奴だな。あんな冗談、焼肉屋で働かせといたら、もったいねえだろ。暴力反対。あなたには関係ありません。なあキムさん、外国人のあんたは知らねえかもしれねえが、日本にはこういうことわざがあるんだ。宝は持ち去れ。え、本当にあんの、持ち去れ、そんなことわざある。宝の持ち腐れだろ。やっぱ違かった。え、お前私と同類だな。さてはやんのか。こら、宝は持ち去れって強盗か。まあ、あんたの場合、あながち間違ってなさそうだけど。なんだてめえ。さては私と同類だな、脳みその大きさ。俺はその人の知り合いでさ、目の前で殴られてんのに見過ごすわけにはいかねえんだよ。暴力反対なんだよ。八神さん、キムさんをいじめんな。 お勉強は得意なようだが、京浜同盟の葛西玄太様に喧嘩を売るって社会勉強がなってねえな。今からてめえの無知さを俺が思い知らせてやるよ、優等生野郎。脳みそみじんこ野郎、暴力反対。暴力
反対、暴力反対、はいはい、暴力反対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 、よっしゃこれ、はい、自転車いいところに誰か借りますよ、ボー、自転車自転車自転車、はい、ありました、暴力いってーこの野郎、ちょっと待て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 、暴力反対反対、おい、やばいやばいやばい、おりゃやばい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 、えい今えい、またぼっこんからの花ごっきん、暴力反対、おりゃほらキムさんに何しやがるんだこの野郎、ういな、おりゃ今またごっきんからの花ボッコン、暴力反対、暴力反対、いやだだだだだだだ、やめろやめろ、離せ、うりゃ、いつも全然違う方にジャンプ、やばい、はい、全然違う方にバイクぶん投げる、おい、よし、暴力反対、やれました。すい、くちくしょう、優等生野郎が褒めてる、めちゃめちゃとっとと失せるんだな、それと優等生野郎は褒め言葉、キムさんにはもう手出すな、てめえは絶対ぶっ殺す、そして景品同盟を敵に回したこと必ず後悔させてやる、おとといきやがれバーカ、そりゃ追い返す時のセリフだうるせえクソが、キムさん、でもあんな人でも子分がついてるね、ヤガミさん、ありがとうございます、キムさん、でも大丈夫です、あいつらが戻ってくる前にすぐにここを離れた方がいいです、ああそれもそうか、あの子は絶対渡さないってどういうことだったんだろう、ヤガミさんすみません、私のせいで厄介な奴らに目をつけられてしまいました、キムさんの店が、ね、景品同盟とか言ってたが何者なの、最近カムロ町で暴れ回ってるチンピラの集団です、あいつら見過ごせないな、すごくたくさんいてヤクザも手を焼いています、そりゃ随分と力のある連中みたいだね、はい、みんなあいつらには困ってます、この店の従業員の女の子もあの火災に目をつけられて悪い仕事を持ちかけられてました、それをキムさんがかばってやったわけだ、店長として当然のことです、あめキムさんめっちゃ優しいじゃん、あいつらに顔を覚えられてしまいました、きっとあなたを見かけたら襲いかかってきます、大丈夫大丈夫、まあ、一応気をつけるよ、私ここにいますから困ったことがあったら言ってください、景品同盟とエンカウントバトル、また新しいなんかチンピラが出てきましたね、町中にはなんてから無人あんで盆脈盆脈反脈暴脈暴脈暴脈なんて言葉ありますでしょうか暴脈無人という四文字熟語ありますでしょうか、東大元暮らししか知らないです、東大元暮らしと四面楚歌しか四文字熟語は知りません、景品同盟も四文字熟語ですか、矢神を探し歩いています、無視することもできますが懲らしめることでSPやアイテムなどの、報酬を獲得することができます、戦闘に時間かかると警察が駆けつけるので無駄なトラブルを避けるために早くその場から逃げましょう、はい、ちょっとそのさ、上玉の女の子、ところで上玉の女の子とやらちょっと拝見したいんですが、今日はいないのかな、バイトなのかな、時々来てるのかな、まあ後で見に来ようか、
海藤さんからの連絡はまだ来ないか。どうしたもんか。確かにそれだったね。それ待ちでした。海藤さんからの連絡待ち。何海藤さんの鳩なんだ一体。なんだ、え、なになになに。ミレニアムタワーの方に飛んでったな。ちょっと様子を見に行ってこよう。傍若無人ですね。ちなみに東大元暮らしは4文字熟語じゃないんで4文字熟語じゃないんだ。なんで4文字なの。あれ4文字じゃないね、5文字だ。ことわざか、ことわざ。傍若無人、惜しかったね。惜しかった、私惜しかったよ。かな、虹色のパンティー買ったことも覚えてるで虹色のパンティーの話ね。あの何で喋ったっけ。確かさっきのドローンが飛んできたのはこっちの方だと思うんだが、確か FF7 ですね。 FF7 の原作かリメイクやった時に多分ね、私の虹色のパンティー、あの初めて買った上下セットの下着、意気込んで買ってお母さんに買ってもらったのが虹色のあの上下セットの下着だったという話ですね。 FF7 確かリメイクか原作、リメイクかな原作かな、やった時のお話です。あのまだ見てない方ぜひそのシーン探してみてくださいね。めっちゃ熱く語ってますこっちかな、こっちでいいのかな。なんだ、海藤さんのじゃなさそうだね。え、ちょ、お、お、お、え、ちょ、ちょ、ま、待て、おい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 、え、え、って、なんだよ、一体。すいません。ん？ん？はあ、はあ、大丈夫っすか。ああ、まあ、大丈夫だ。そうっすか、よかったっす。今回のカスタマイズも違うか、もう少しクイック重視にした方が。何を一人でブツブツ言ってんだこいつ。おいお前、街中でドローンを操作するときはもっと気をつけてだな。あ、はい、申し訳ないっす。いや、こいつ飛んだジャジャウマでして、ははは。昔言われたな、親にジャジャウ、このジャジャウマ娘って。いや、母じゃなくてお前の操作が下手なだけだろ。それを言われたら返す言葉もないっす。でもお兄さん、ドローンの操作って意外と難しいんですよ。ああ、知ってるよ、一応俺も持ってるしな。え、お兄さんもドローンやってるんすか。あ、じゃあ俺たちライバルっすね。ん、あれ、ドローンのなんかレースみたいなやつかな、ありますよね。ドローン持ってるってことは当然お兄さんも出馬するんすよね。出馬って一体何に。ええ、お兄さん知らないんすか。ドローンレースですよ、ドローンレース。ドローンレース、開幕ドローンレース。え、今日からこの街でドローンレースが開幕するんすよで、僕は今そのテストフライトをしてたってわけっす。そうなのか。でもだからって街中にあんな高速で飛ばしていいもんなんか。もちろんっすよ、なんたってレースなんすから、スピードを競ってなんぼっす。そうだ、受付会場もすぐそこですし、せっかくなんでお兄さんも大会にエントリーしてみてね。ほら、会場はこっちっす。さ、行きましょう距離の縮め方すごい早いね。君、ちょ、わあ、いつの間にかこんな施設、あの設備ができてたなんて、カムロ町に。ここが受付っす。レグイかな。かっこいいね、なんか。ゲームのなんか大会みたいな感じのロゴしてる。レグイ。なかなか賑わってるな。はい。みんなレースに合わせて機体をカスタマイズしてるっすね。カスタマイズか。コースの形状によって、スピードやクイックの性能を調整するのは勝つための基本っすからね。あ、そうだ。ちょっとお兄さんドローン見せてください。ん？あ、ああ。まさか、君がカスタムしてくれるってか。まだできないからね、カスタム。これ、あ、ハト
ってそういうことだったの？鳩の顔がついてる。なんか探偵の、探偵のその用語、専門用語としてドローンのことを鳩って呼ぶのかと思ってたら、そういうことじゃなかった。鳩の顔がついてる。ちょっとそのドローン貸してください。別にいいけど、何する気だよ。壊すんじゃねえぞ。ふふふ、いいからいいから。さっきぶつけちゃったオフィス、今回だけの特別っすよ。あんな停止してるところから人にガーン行く、あの腕前で大丈夫かな君は。よし、これで OK っす。お前何したんだ。レース用にスピードが出るように改造したっす。何？特に何も変わったようには見えないが、ま、いじったのは中身ですからね。でもレースに出馬して操作してみたらきっと驚くと思います。そうなのか。あ、でもくれぐれもドローンレース中以外は街中でスピードを出さないようにしてくださいね。最近はモラルのない操縦者たちのせいで世間的に規制ってうるさいんすから。ああ、わかった。さっき街中で猛スピード出して俺にぶつけたのはどこのドイツだよ。あそこはなんだ。あれはドローンラボっすね。ラボ、ま、簡単に言うとドローンのパーツを作ってくれる工場っすよ。レースに行き詰まったりなんかしてドローンの性能上げたくなったら一度利用してみるといいっすよ。なるほど、あそこでパーツを作ってもらってそれを自分でカスタマイズするってわけか。ドローンパーツの開発に必要な素材はミニゲームの景品として用意されていたり街中に落ちてたりします。パーツがないとできないんだ改造は。中にはドローンでしか取れないような高所に落ちてるとこものもあります。なるほどね。さてと、それじゃあ僕はもう行きますね。お兄さん、次はレースという名の戦場でお会いしましょう。うまいこと言うね。敵同士になるってか。あ、そういえば名前を言ってなかったっすね。僕は牧原って言います。あ、牧原さん。俺は八神だ、よろしくな。お願いします。はい、よろしくっす。うん、なんかリアクションが可愛いね牧原くん。またドローンに関して何か困ったことがあったら連絡くださいね。ドローンレースか、ちょっとだけ参加してみるのも面白そうだな。あ、ちょうどいいところで海藤さんから。もしもし、海藤だ。これから会えると。これから綾部と会えると。 ありがとうございます。モグラの資料を流してくれる。ほう、さすが海藤さん。カムロ町の屋内でやってる釣り堀屋、いいね。恋女房って店。屋内の釣り堀、そんなのあったか。俺も知らなかったけどあるんだとよ。あるよね。場所は行ってみたい。七福通りだ。先に行ってる。お前も面白そう。いいねいいね、行こうぜ行こうぜ。ちょっとねここも気になるものの、まずはどこから出ればいいんだ。あ、まずは仕事っと。おるや、七福通り、ここだね。すぐ近くだった。まあチンピラどもも多いから。いえ、来た来た。こっか、もう追ってこない、追ってこないね。ここ、え、こんな地下、こんな地下にあんの。こりゃ一元さんは分からんわ。どうぞいらっしゃい。え、なんか思ったんと違う。こっちだターボ。思ったんと違う。もっとなんか居酒屋的な感じかと思ったけど。綾部に話したらお前をここへ呼べって言われてよ。ただ俺も初めての場所だ。いつもと勝手が違う。俺が初対面なんで向こうも警戒してるわけか。そういうことだろうな。なるほどね。海藤さんとは顔見知り。
なんだもんね。私は初めて。なかなか来ないな、綾部は。どんな男だろう、綾部という。あの受付に聞いてみるか。よしとけ。あいつが綾部の仲間かどうかわかんねえ。まあそうだけど、綾部は汚職警官だからな。大っぴらにされることを何よりも嫌う。で、そうなりゃもう情報は手に入らねえ。わかるな。まあな。ん？おい、誰か来たぞ。嫌な予感。おい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 。いらっしゃい。差を適当に選んでね。やばそうなやつら。よう、釣れてるか今日は。いや、静かなもんだよ。気が散るぜ。あっち行ってろ。カリカリすんなって。え？あんたら綾部と待ち合わせなんだろ。なんで知ってんだ。誰だって。綾部なんて知らねえぞ。綾部なんて汚職警官。人違いじゃないか。俺ら何も。ああ、股間を当たりや。俺らがデカの知り合いに見えるか。なんで綾部がデカって知ってんだ、この。その頭いいね君。やっぱやつを知ってんじゃねえか。この赤いジャージ。そうだろうがよ。くそ。そんな一瞬で気づかなかった。いや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 。綾部に何の用だ。なんだ。言わねえと痛い目見るぜ。やばいの持ってるね。チンピラが笑わせんな。大っぴらなのは控えたいんだ。そいつを引っ込めてもらえねえか。いい根性してるじゃねえか。ファイティングポーズ取ってもうやる気だな。てめえらよ。おっしゃ、お前らがその気ならこっちもそれなりのことさせてもらいますわ。行ってバケツにドンしてきたの。お前か。うれ。うい。武器。おいおいおい。池の中も行けましたね。おいやー。魚さんごめんなさいと。一瞬だよ。まだやんのか。どうなんだこれ。総長さんの圧力よ。もう口も聞けないってよ。まさかあんたが綾部。あんたが綾部。もういいよ、二人とも合格だ。海藤さん顔知らなかった。綾部さんは初めての取引相手に慎重でね。札の情報売るんだからな。口の固い人間かいちいちテストしねえと。じゃあこいつらみんな綾部さんの手下だよ。俺は綾部と初めての取引じゃねえぞ。やばいやつら手下につけてるね。あんた海藤さんだろ。あんたのことは綾部さんから聞いてた。だが聞いてた以上に天然だったな。天然って。そりゃお前らが。まあ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 。で綾部はどこなんだ。受付カウンターの内側。えよく見てみな。あ、なんかちょっと待って、アイテムが落ちてるから拾いたい。アイテム落ちてるけど拾えない。いけない。こっちからいける？いけないね。この人たちがはけてくれたらいけるんだろうが。なんだこれ。なんだこれ。そこを降りるとカムロ町の裏カジノ、ラマンだ。ラマン。フランス語で愛人って意味だ。恋女房の陰には愛人がいるってわけよ。フランス語ってからかよ。綾部さんもすぐに来るから遊んで待ってな。これはサービスだ。カジノチップ300枚とラ・マンの鍵を受け取った。こんなよく作ったな。失礼します。
うわすごいね、どんどん地下に入ってく。うわーやばいとこ来ちゃった。鍵使おう。これかな。ちょっと鍵、よし。うわうわうわ、バニーちゃんがいる。わ結構にぎわってた。こんな地下の狭い空間で、若の花いない？若の花、若の花みたいな人いたけど。よし、そんじゃまあ軍資金もあることだしよ、少し遊ばせてもらうか。若の花の親方が いたんだけど、どこだ？あれどこ行った？ここで遊ぶのか。今日は思いっきりかけるぞ、ポーカー。この人どうした？テーブルどうした？テーブルどうした？どうした？誰か直してあげてくださいなと。こっちはブラックジャック。ちょっとやめようよ、そうやってさ、あの倒すのは。カジノで遊ぶのね。なんかポーカーもブラックジャックもちょっとわからないけど、もう一回やってみようか。こちらではブラックジャックがプレイできます。遊んでいかれますか？ルール説明、低レートでプレイ10枚から。ルール説明、ちょっと説明見ていいですか、ブラックジャック。基本ルール、ブラックジャックは配られたカードの数字の合計を21に近づけるゲーム。簡単じゃん。ディーラーより、手札の合計が21に近ければ勝ち。じゃあ運次第ってこと？配られたカードが自分に選択権はないってことですね。A と10以上の組み合わせはブラックジャックと呼ばれる最高の手。なるほど。ディーラーが同じくブラックジャックでなければかけたチップの 2.5 倍の額が払い戻しされます。21を超えたらバーストとなり、負けになってしまいます。カードの数え方、 A は手札の合計に応じて1もしくは11、どちらか都合のいい方に。最強じゃん、1か 11A は。で 10J9K のカードはいずれも10としてカウント。なるほど、 10J9K は10としてカウントで、21になればいいってことね。はい、じゃあだから A と10以上の組み合わせがブラックジャック。はい、それが最高の手札ってことね。じゃあ やろうよ。あれちょっと、あ、ちょっと待って、やりたい。はい、遊びます。これでいいのかな。低レートでプレイ10枚から。あ、遊ばせてもらおう。かしこまりました。低レートは1ゲームチップ10枚からの勝負です。よっしゃー。よっしゃーやるで。ブラックジャック狙っていきたい。中断選択アイテム使用、キャンセル。アクション選択、はい。ブラックジャック。ようこそブラックジャックテーブルへ。それではゲームを開始します。ベッドをお願いします。ペット、アイテムを使う。主要なアイテムを所持してません。ペット、もうここはもう掛けチップ100枚。では始めましょう。掛けすぎ、勝てる気しかしない、勝てる気しかしない。あなたの番です、どうされますか？何 K と7どうされますかってどういうことだ。トータル、ちょっと待って、ルールがまだ私飲み込めたと思ったけど、ルール理解できてなかったんかな私、もしかして。チップ200、ベッド100、ヒット、スタンド、1枚カードを引きます。今のトータルが出てるのね。ごめんなさい、ちょっと私の顔がちょっと場所をちょっと変えたいと思います。
ちょっと待ってくださいね。この辺にしとこう。ごめんなさい、ちょっとちっちゃくしときますね。ごめんなさい、ちょっと、やべ、オッケーオッケー、はい、オッケー、ちょっとごめんなさい、か、あの、私の体でワイプで文字が見えなかったので、大丈夫だね、はい、ちょっと上にしとこ、あ、ごめんなさいごめんなさいごめんなさいね。私、あ、うまくできない。ちょっと上にしとこ。OK。で、この手で勝負します。え、今17でしょ？どうするか？ 1 枚引くか。ベッドの額を2倍できますが、あと1枚カードを強制的に引かれます。この勝負を降りることで、ベッドの半額が返却されます。え、今17でしょ？4以下を引かないといけないってことでしょ？どうしよう。いや、もう、この手で勝負しよう。この手で勝負します。スタンド。ディーラーのターンです。ディーラーのカードオープンします。頼む！カードの合計が17未満なので、カードを引きますね。はい！やりました。勝った！勝った！勝った！イエーイ！勝った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 ！やったちょっと待ってちょっとあのワイプのワイプを元に戻したいと思います。どうもかな。やった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 、ブラックジャック勝ったなんと。どうされますか。17で1枚引くのは勇気いるね。ですね、ですね、いい選択だったね。もう一回だけやりたい。マックスがベッド3に増えてます。ベッドをお願いします。あと1回だけね。前回のゲームで儲けたチップ、ベッド リミットを参考にミンからマックスまでのチップをかけてゲームに参加します。とにかくいっぱいかけるってこと？前回のゲームで儲けたチップをかけてゲームに参加。これが意味わかんない。ベッドリミット、これでいいか。お手柔らかに。前回の儲けで、儲けをかけます。14か。これは、引く。1枚カードを引くにかける。頼む！オッケー。スタンド。スタンド。ディーラーのカードオープンします。17未満なので、カード引きますね。イエーイ！見たか。やばい。よっしゃ！これ以上やめよう。これ以上やめよう。もうやめよう。もう満足。満足。どうされますか？もう満足です。ありがとうございます。ダボ、お楽しみは一旦お預けだ。やべ、くんの早いぞ。ついてこい。まだポーカーやってないんだぞ。どうも、カイトーさん。それと、は、あんたが八神さん？この人か。それとも八神先生って呼んだ方がいいかな。もう素性知ってるってことか。さっきは試して悪かったな。カムロ署組対の綾部だ。綾部さん、悪徳警官という。どうだ、ここのカジノは気に入ったか？なんだそりゃ、あんたの店かよ。違法だよねこれね。ここの営業は俺が目こぼししてやってんだよ。それに登場会への見かじめも俺がなしつけて安くしてやった。俺のカジノつっても罰は当たんねえだろう。
その割に今日まで誘ってくれなかったんだな。あんたは安い情報しか買ってくれねえからな。お得意様扱いはできないよ。ならなんで今日はここに呼んでくれたんだ。教令会のヤクザが目えぐられてる事件だ。あれは全部黒岩って俺の上司が引き取ってんだ、うん、この間羽村を逮捕したのも黒岩だ、うんうん、で公安刑事というね。あんたは羽村を無罪にしてその黒岩に赤っ恥をかかせてくれた。気持ちよかったね。なる以来俺はあんたのファンだよ。紹介サービスだ。お代は結構。こりゃ黒岩ってのに礼を言わなきゃな。あんたがモグラって呼んでる野郎の捜査資料をまとめた。この間裁判やったのも入れて3件分だ。お？大事に頼むぜ。もし外に漏れたらあんたの責任だ。怖いな。でももし何か間違いがあったら殺す。だと思ったよ。そのくらいの覚悟は持ってくれよ。やべえ警官だな。さすがカムロ町の職刑事だな。降参臭さは半端ないよ。あ、このうさん臭さは半端ないよ。さっき言ってた黒岩ってのはどんなデカ。黒岩はカムロ署のヒーローでね、押し出しが効いて部下の人望も厚く検挙率は抜群。警視庁のお偉方までみんな奴の顔色を伺っている。じゃああんたはなんで嫌ってるんだ。完全無欠だからだよ。あんた自分の周りにそんな同僚がいたら好きになるか。おまけに男前なんだぜ。いやだね男の嫉妬は。しかも自分は悪徳警官なのよ。間違いないよ。いや正直でかえって気持ちがいいよ。八神さんはやっぱ話せろね。こいつが黒岩だ。この人か。ああもう向こうもあんたの顔は知ってるはずだ、うん、なんせ苦労してあげた羽村を無罪にしてくれたんだから。なるほど。渡した資料はここで広げんなよ。事務所に帰ってから見る。人目のあるところでは出さない。それでいい。空いている時は大抵テンダーにいる。また用があったらいつでも。分かったよ。なんで刑事やってんだこの人は。せっかくだ。何のメリットがあって刑事やってんだ。俺はここでもう少し遊んでくぜ。お前はどうする。こっちも好きにやるよ。そっか。じゃあな。資料の中身が気になるね。声かけてみようかな。お兄さん誰狙ってんかい。お兄さん、あ、この子のことかな。ちょっと待って、こっちもやってみたい。ポーカー、こちらではポーカーがプレイできます。遊んでいかれますか。ちょっとルール、え、役とかあるの。ルール説明。テキサスホームデム、ホールデム、ルール説明。2枚の手札と5枚の、共有札の計7枚の中から5枚を使い、役を、まあ難しいですね。もうむず、1行目でもう難しい。ちょっと待って、2枚の手札と5枚の共有札の計7枚の中から5枚を使い、役を作る。2回読んだけどわかんない。勝利条件、ショーダウン時に一番強い役を成立させる。相手を全員フォールドさせる。え、すごい長いな。ちょっと長いな。ちょっとごめんなさい、これをやめとこう。多分ね、ルール理解するのにリアルに多分10分ぐらいかかる。いや、やめとこう。よし、まあ、ブラックジャックをねまた後でやりみに行きますわ。すごいよ、さっきのあの賭博場の雰囲気とは一変。ここはね、なんか無音でちょっと不気味に感じるね。地下だし。あ、ありがとうございました。よし、今は資料が気になるから資料を見に事務所に戻る。
おら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 、行くぜ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 、ダッシュ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 、早いよね走るの。やがみさん、あ、やべ、なんか来たんじゃない？無視無視、ほら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 、あれ、こっちで合ってる、こっちで合ってる、あれ、ちょっと待って待って待って、こっちか、来た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 、いやごまか逃げんな、オラ！誰だ？やるか。謎の襲撃者。はい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 。これで、えい！いいるや！おりゃ！この野郎！そんな危ない、持って、危ないもの持って歩き回ってるんじゃねえ！なんだこの野郎、待て待て待て、おいよ、ほらボンボンボンぶっ込んだ、ケイ、はい、これでドン、これでドンドン一撃、おれ、うん、ギャラリー見てたか、湧いたか、もしかして今のやつら誰、これ狙ってたりして、ってことは、ってことは誰、どこの組織、目がえぐられてた事件の調査資料を欲しがる組織ってどこ、あ、どれだっけ、これ、これでよし、なんかいろいろ怪しく感じるんだよね、なんか読んでみよう、写真もたくさんある。疲れたね。肩も凝る。やってるな、カイトさん。カイトさん、いつまで遊んでたん？綾部の捜査資料見てるんだろ。遊んでたん、カイトさん。カジノで。そっちは？カジノの続きはどうだった？100万の鍵、嘘でしょ、まだいけそうだったんだけどな、霧のいいとこでやめといた、そんな才能あんの、海藤さん、じゃあ海藤さん今月給料いらないんじゃ、それとこれとは別だろう、そっちはモグラを見つけられそうか、すごくない、いや警察も結局無実の頭を逮捕したぐらいだからな、他にこれはって容疑者もいないってことがこの資料でよくわかった、その程度の情報か、道理で綾部がタダでくれたわけだな、なるほど、大した情報もぐらの2件目の事件、被害者の国村って男の足取りが事件の直前まで調べられてた、もぐらに殺された2人目の被害者、久米と同じく目をえぐられた死体が発見された、そいつが国村か、ああ
殺される2時間前に天下一通りのこんばんワイフって店を出てる。人妻ケヘルス、相手した女の子はカナエちゃんだ。じゃあ死ぬ前にいい思いしてたか。ちょっとだけ救われるな。これからカナエちゃんに話を聞きに行ってくるよ。国村がどんな様子だったか、何かモグラにつながる情報が出てくるかもしれん。いやいや、風俗なら俺の出番だろう。お前に人妻の相手はまだ早いって。何しに行く気だよ。話聞くだけなんだから。本当にお前が行くのか、こんばんワイフ。真冬ちゃんに言うぞ。別にいいよ、好きに行ってくれて。小学生か。まあ、真冬ちゃんはね、あの完全に好きな感じだったもんね、八神のことね。行きますか。行きたくないけど、興味もないけど、こんばんワイフに行っちゃいますか。どんなところ、どんなところ、こんばんワイフって。人妻系ヘルスって言ってたね。早く行こう、早く行こう。ちょっと、興奮してちょっと道に迷ってる。興奮して道に迷ってる。いつも、ま、迷ったことなんてないのに道に。まあ、いっか、こっちから行こう。急いで行こう。踊り取ってこう。なるべく近道していこう。角とかも、こう、なるべく近道。こっちじゃない。こっちこっちこっち。急げ、急げ。悲しこんばんは。なんか、挨拶の定番みたいな感じで。挨拶の定番みたいな感じでの言い方ですね。こんばんは。どうしよう、なんか私言葉とかさ間違って覚えちゃうんで、どうしよう。普段言っちゃったら、モグラに殺される直前にここにいたっていうことだね。警察だって当然カナエちゃんと、その相手したカナエちゃんへの聞き込みはしてそうだけど、興味ありありやん。興味なんてないですよ。こういうさ、普段入らないようなところ。ご指名ありますか。ん、ああ、ご指名ね。お時間すぐに入れるのはゆうなちゃんにマリンちゃん、それとかなえちゃん。写真はこちらね。え、ご指名がある場合は1000円頂戴します。ご指名しないってことも。私が言ってる美容師のカットの指名と一緒。お客さん、当店は初めて。安いね。じゃあ先にコース決めましょうか。コース、それにオプションも。オプション、なるほど、なるほど。それじゃあね、なるほど。まずコースは35分で9000円、50分1万3000円の、65分が1万7000円。いい値段出してくる、いい値段出してくんね。待って、うわ、60、15分上がるだけで、15分で4000プラスか。35分。あ、アラチャさんありがとうございます。こんな欲にまみれた、こんな欲にまみれてる時にありがとうございます。欲まみれです。待って、あれこれしたいってことは35分は絶対ない。50分で足りるのか、果たして。いや、でもいいところ行ってんね、値段がね。15分で、まあいい、ここは経費だ。65分コースで経費だ。いや、嬉しいな、お客さん。初めてのご来店でそこまでやる気見せられちゃ、こっちもサービス頑張んなきゃ。もうね、指名料は私思っちゃいますよ。お、そっか。あ と、 これは感謝の気持ち。初めて。あ、え、所持品がいっぱいで受け取れないとかあんのか。随分サービスいいな。ご指名はどうしましょう。今すぐ空いているのはゆうなちゃんにマリンちゃん、それとかなえちゃんですけど。随分また広げて座ってますね。まあここはかなえちゃんね、仕事だからね、経費で落とすし、しっかり仕事しないと。かなえちゃんですね。写真を見せてくれ、写真を見せろ。俺が会いに来たのはそんな名前だったか。真剣な面持ちです。こんばんは、F 代にしてください。どこにあるの、こんばんワイフは。
この世界にこんばんワイフはどこにあるんですか。どうかした、かなえちゃんで間違いないね。女だってね、綺麗な女の子、可愛い女の子好きなのよ。おじさん、写真を見せてくれ。かなえちゃんで決めてますが。あ、頼むよ。ああ、かなえちゃんで。かしこまりました。それじゃオプションはね、いろいろありますけど、女の子と直接交渉してください。そういうことか。オプションというと、あるね。そりゃもういろいろですよ。トーストって何。女の子によっては NG のオプションもあります。かなえちゃんは一つだけ目隠しプレイが NG でして。目隠しが NG か。彼女はその目を隠すとかちょっと怖い思いをしたことがありましてね。わかる気がするよ。最近関西のヤクザがこの辺で妙な死に方してるし。いや、まあお気になさらず。なんかつながってる。お部屋にご案内いたします。こちらへどうぞ。なんか知らない名前のオプションがあった。わあ、すごい。これリアルなのかな。緊張する。どうぞ。どんな子。緊張するね、この瞬間が一番。誰。おいおいおい、羽村の。お前も金ねえなりにこういう店で遊ぶんだな。なんだよ。なんであんたが。どういうことですか。おい、お前こそなんでこの店なんだ。ただ遊んでるだけだよ。邪魔すんな、男のロマンを。嗅ぎ回ってるって。もうお前の出る幕じゃねえだろう。どういうつもりだ。そっちがどういうつもりだ。こんな場所に乗り込んできて。そんな俺の勝手ですよ。お、お。終わった事件蒸し返すんじゃねえ。せっかく新谷先生が無罪取ってくれたんだからよ。タフな探偵気丼ならもっと鍛えねえとな。俺さっきも襲われたんですよね、目出し帽の4人組に。なんだそれ。あれはあんたの差し金ですから。羽村か。今そこに控えてんのも4人だ。言ってる意味が分かんねえな。おとぼけさんか。なろ、ケンゴ。へい。よたこいてんじゃねえぞ、俺。ちょっと。えい。踏むな、汚い。外歩いてる靴で。かなえちゃんなら、さっきこの店辞めて、国に帰ってったぞ。今回はイエローカードで済ませといてやる。お前は親父のお気に入りだからな。くっそー。このままじゃ絶対終わんない。何もかも奪われた。八神だ。お楽しみタイム。親さんか。おう、どうした。あ、告げ口だ。なんか調子悪いのか。告げ口。おやっさんとこの頭と厄介事があってね、間に入ってもらえると助かるんだけど。いや、まあとにかく組の事務所にいるからよ。お前が来るまで待ってるわ。わかった。おやっさんはさ、八神のことも海藤のことも海藤さんのこともなんか息子のように思ってくれてるわけだけど、あ、遠いね事務所。松金組事務所、おやっさんのところ。うん、絶対チンピラに合うな。まあその時は容赦しないけど。羽村かな。かなえちゃん。かなえちゃんはお金で脅されたのかな、それともお金
大金積まれて帰れ言われて返されたのかな。そのおやっさんは、松金組のおやっさんは自分のたちのね、海藤さん含めて自分たちのことを息子みたいって言ってくれてるけど、あの羽村の頭のこともそんな風に思ってんのかな。おやっさんはいい人っぽいから、あんななんかちょっと荒い子手口でいろいろやってくる人のことをこう、なんだよ、あ、もういっか、もういっこ、行こうぜ、うん、男同士、こんなとこに、え、なんだなんだ、追ってきてんのか、いない、空耳でした。おい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 、なんだなんだなんだ、文句あんのか。よし、おやっさん、まあ、話します。座れよ。はあ、うん、いきなりだがよ、多忙、結論から言うぞ、うん、ん、お前が羽村と何か揉めたとしても俺がしてやれることは何もねえ、うん、なんだよおやっさん、ちょっと待ってくれ、話も聞いてくれないのか。話聞いたって時間の無駄だからな。羽村は組の稼ぎ頭でよ、今の俺はその小遣いで細々やってる、ただの飾りだ。え？うちの組のもんは確かに俺の言うことはよく聞く、だがそれが羽村の指示と勝ち合った時にはどうだろうな、多分俺の言葉は聞かなかったことにされちまう。そういう感じ。どうしたんだおやっさん、いつからそんな。昔お前を面倒見てた頃が俺は一番花だったよ。おやっさん、それでも怪盗がいりゃここまで羽村が力持つことはなかった。はまだ話の途中だ。いや、今終わった。へえ、おやっさん。羽村の頭から八神さんに伝言です。ここを出たらすぐにおいでいただきたいと。場所は中道通りの喫茶アルプス。もう一度話がしたいとのことで。そうか、気が向いたら行くよ。あまりうちの頭を怒らせんなよ。おい、てめえも目えぐられんぞ。くっそ、舐められてるな。羽村が喫茶アルプスで待ってるか。ふっ、行かねえとまずいんだろうな。そんなことってあんの？おやっさんよりも若頭の羽村の方が権力持ってるってことあんの？ヤクザの世界で許されるのかな、それ。名前だけの親父なんて。ねえ、あんたさ、こんばんワイフで勤めてるソラちゃんじゃないの？私見たのよ、写真。2秒ぐらいだったけど、女の子の写真はがっつりね、記憶のメモリーに入れたのよ、すべての記憶を消して。すべての記憶消して、覚えたのよ。あんたソラちゃんでしょ？この子ね、いました、こんばんワイフで働いてます。多分ね、さっきのスカウト超しつこい、だからこの街歩きたくないのって言ってるけど、この子こんばんワイフに勤めてますよ。絶対いた、この子。ちょっと後を追いたいところだけど、今は行くか、羽村のところに。おやっさんに助けてもらおうと思ったんだけどな。羽村がなんか邪魔するのを止めてほしかったんだけど、間に入って。
おれ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 、うわ、待たないぞ待たないぞ、やってくんの待たないぞ、こっちから自ら行くタイプ、自ら行くタイプ、おれ、めっちゃ絡んでる。いい加減にしろ。もう自ら絡むようになってきました。慣れたもんだで、カムロ町も。おら、おら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 、おら、おら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 。誰がヤクザかわからなくなってまいりました。おいおい。この辺ですね。喫茶アルプス。アルプスどこだいな。ルルラテフォルルラテフォルルルルルルル。ここですね、入り口。いらっしゃいませ。こんばんワイフ。どうぞ。こんばんワイフ。こんばんワイフです。お姉さんこんばんワイフです。あ、奥ですか。あ、違う。ハムラどこ？ハムラいる？ヤクザっぽいのはいるけど、違う？こっち？あ、あの客マジ怖い。ここじゃないね。え、ハムラどこ？あれ？あそこに。なんだ？ね、なんでこれさ、取れないんだろう。このアイテムが落ちてるんですけど、これさっきもそうだった、釣り堀でもいけない、これ以上これ以上いけない、今は取れないってこと、これ以上はいけないね。待て待て、奥かな、この奥かな、もしかして。うん、ちょっと行ってみよう。え、あ、空いてる席に座るか、出ちゃダメだった。こんばんワイフ、ここ座ろう、ここ座れる、座れた、 あすいません時間かかった。ハムラ呼び出しといて、来たか、裏口から来たか。情けねえ野郎だ、親父に泣きつくとはな。ふざけた真似しやがれ。俺はただ頭とこじれた件おやっさんに報告した方がいいと思ったんです。いらねえよ、お前がおとなしくしてりゃいいだけの話だ。それとも俺の言葉が足んなかったか。いえ、今のでやっと分かりました。じゃあこれで手打ちですね。まだ話は終わってねえぞ。なんだよ、なんだ、魔法使いの世界でもあるまいし、こんなことがあんのか。なんだなんだなんだ、このピンク色のシャツだけは絶対許さない。急に人格変われて。の！どうせ口で言っても聞かねえんだろう、ターボ。ガキの頃からそうだったもんな。お前は周りにいくら笑われようがよ、夜間通い上げて。とうとう司法試験まで通っちまった。どうせ今も腹ん中じゃ手引かねえ気なんだろう。分かってんじゃないか。元弁護士だろうが、所詮はゴロつき上がりだ。やっぱ無知でしつけねえとな。うわ。尾崎。元横綱か。尾崎は。うわ、柔道か。
ピンクシャツだけは絶対許さない。絶対許さない。もう構わねえ。殺せ。ふざけやがって。お前ら順番守れよ。はあ？次は俺の番だろ。よっしゃ、ちょっと待て。待て。一回ドリンク飲ませて。おっしゃおっしゃおっしゃ、こいつからやってやる。待て、一回ドリンク飲もう。一回ドリンク飲みます。限られた方にだけお配りしてとかな。これで結構いっぱいアイテムあるから飲んじゃう。これも飲んじゃう。運の戦略？どれがいいかな。この辺も飲んじゃう。ちょ待てよ、ドリンク飲ませて。かわいい。で待ってくれてる。そしてオラ待たせたなと。オラお前だけ、お前が一番最初だ。オラおっしゃ、いやっとゴミ箱で眠っとけと。ほら剣豪、お前は絶対許さん。おいおっしゃ、お前この野郎。はい、どすこい任せろ。はい、どすこい。あんた、元横綱かい？あっ、おっし、おい、後ろからも来やがって、この野郎。おい、武器どこや？お前、白いスーツの羽村待っとけ。こいつらで最初に遊んでやってんだ今。あ、待って、武器あった。武器拾う。よし、はい、自分にダメージ。やべ、武器持てなかった。怒ってるね。はい、どすこい。ういどすこい。おりゃ、よいしょ、どすこい。ちょっと武器ない。うい、おりゃ、おい、塩分にしよう。おりゃ、どすこい。おい、どすこい。カキンからのボン。眠っとけ。おら、サッカーボールあるね。はい、ゴミ箱でやられたいの、ドイツ大お前かい。おりゃ、アルツ待て、アルツ
ちょっと待って、ドリンクドリンクじゃなくて、ちょっとこれ使おう。R2 って何でしたっけ ?R2!R2 押しても何もなない。おりゃ!くっそ、やりたりね。はい、お待たせ、羽村さんよ。健吾さん、震えてますよ、手が。子猫ちゃん、そんなもの持って。しっかり狙え、健吾。心臓だ。はい。撃つなら自分で撃てよ。いや、やっぱり目撃つか。両目撃ち抜け。男になれや、剣豪。この人、なんだお前、なんで逃げるよ。ついてきて。いい声してる。何やってんだ、捕まえろ。あっちだ。うわ、痛いね。だいぶやられたから。よし、レースだね、チェイス。しつこいね。ミスらんぞ、絶対ミスらんぞ。け、せいや。ういって、これミスじゃない。さっきのコーンのはミスじゃないです。絶対ミスらない。仮面の男、いい声だな。よし、ミスじゃない。今のは絶対ミスらない。 OKOK、 ナイス。いいよ、シュッシュッ、せいや。うわー、もういるね、いるね。いいね、いいね、すごいね、身軽だね。くそ、そう、いける。結構やられたけど体。あ、悪い、ちょっと借りる。おお、ありがとう、受け入れてくれてありがとう、こんな私を。嘘。あ、まんじゅうの兄ちゃん、まんじゅうの兄ちゃん。おいで、とい。おっとってレベルじゃないか。おい。おっと、おーいしょ。この兄ちゃんはコンビニで団子買ったと、団子じゃ、まんじゅう買ったときか。まんじゅう最後の1個買いやがってって絡んできた人だ。うっとい、うーわー、おオリンピックに出れます、オリンピックに出れます。私はどこに向かえばいいんでしょうか。こっちでいいんでしょうか。いいよ、オリンピックに出れるレベルです、スケートボード。あ、待て、よしよし。あの仮面の男どこ行った？いた。しつこいね。勘弁してくれよ。ついてこ。しっかりついてこ。それで本気？よし、いいよ。
よしー、逃げ切った。すごいやられたけど逃げ切った。助けてくれた。お前何なんだ。その前にお礼はないの。お前は昼に俺のスマホを。でも返したじゃん。なんで取った、なんで返した、うん、あの時はしつこい警官に追われててさ。そしたらあんたが電話してて、それでパッと計画を思いついたわけ。計画。うん、まずスマホを奪うでしょ。するとあんたは僕を追いかけてくる。後から来た警官たちは僕と同じ方向に走るあんたを仲間だと思う。で、あんたが捕まってる間に僕は逃げる。ま、あんたまで逃げ切るとは思ってなかったんだけどさ。お互い結果オーライだったでしょ。じゃあ今はなんで俺を助けた。そりゃあ、あれ、なんでだっけな。変なやつだな。まあ一応スマホの件じゃ迷惑かけたしさ。そういうこと。それで受け止めていいの。でもそれで今は命が助かったんだから、あんたラッキーだよね。そうかもな、助かったよ。ならこれでチャラね。マオンを返してくれたってこと。 なんで窃盗だなんてやってんだ。いい若いもんがもったいない。はあ、そんなに暇なら俺の仕事手伝わないか。え、ヤクザに狙われるような仕事、冗談でしょ。さっきの奴らは東条会の松金組だ。他に強霊会とも俺は揉めてる。普通絡みたくないよね。ちょっと面白そうではあるけどさ、僕らまだお互いに信用できないでしょ、八神さん。おい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 、お俺の名前を。何者だ。仮面は何個もあると。一個だけじゃない。何者？何者？これで、セーブでいいのかな？セーブするスロット選択してください。あ、はい。はい、それではセーブしました。多分ここで第2章が終了したので、ちょうど次回第3章からいきたいと思います。多分第2章の感じ、始まりの感じを見ると、多分第3章の始まりは第1章2章のおさらいから始まると思います。2章のね、おさらいね、もっと長いかと思った。案外短かった。かなり短縮されて、おさらいが最初にスタートしましたけども、もしなんでまあ、おさらい見るとまあ、ざっくりとはストーリーがわかるかとは思いますが、もしまだ1話2話1話2話じゃないね、1章2章まだちゃんと見れてないっていう方いらっしゃれば、次回3章始まる前にぜひぜひアーカイブの方を見ていただけたらと思います。皆さんありがとうございます。今日もコメントチャット全部読めなくてごめんなさい。応援いただけて嬉しいです。R2 今光ってなかったからね。なんだっけ、 R2 ってね教えてくれてて、戦闘の時に R2 って教えてくれてて、ちょっと私も戦闘なんかいくつかやり方が出てきてたんだけど、最初の方で
ちょっと忘れちゃってたり、あとなんかサイヤ人になるふわーってサイヤ人になるやり方が R2 だったっけ、ちょっとやり方忘れちゃってるので、ちょっと見直してね、もっとしっかり戦えるようにしたいと思います。はい、いやー今日はちょっとね残念だったね、こんばんワイフのいろいろね、かなえちゃんと話して、まあ仕事ですけどかなえちゃんと話してね、いろんなオプションで楽しんだり、実際ねどんな感じのお部屋になってるのかね、よくこうソープってどんな感じにのお部屋になってるのかってね、よくね見たりね、まあ仕事ですけどね、そういうのできんのかなと思ったんですけど、ちょっとそれは、まあ、別の機会でできるのかもしれない、それをちょっと楽しみにまあ目的は忘れてないですよ、目的はモグラを捕まえることなので、はい、探偵なんで私、はい、あ、ダメだ、待ってごめんなさい、ちょっとボタン押しちゃった、間違って、はい、ってことでちょっと変な一時停止中ですけれどもすいません、皆さん今日も楽しく配信できました、ありがとうございます、皆さんのおかげです。今日も何回同じこと言うんだ、ちょっとねごめんなさい、こんばんワイフが頭から離れなくてすいません、ちょっと混乱気味なんですけれども、皆さん応援ありがとうございました、次回配信も楽しみにしててください。いいねと思っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録まだの方いらっしゃればぜひぜひよろしくお願いします。ですね、配信開始の配信のお知らせをですね、ツイッターとあとは YouTube のコミュニティで必ず配信前にお知らせしてからスタートしてますので、チャンネル登録とあとはアラートじゃなくて、なんていうんだ、何お知らせがね届くように設定いただければ分かりやすいかと思います。ということで、次回も楽しみにしててください。じゃあね、ありがとうございます。お疲れ様でした。バイバーイ。